よろしくお願いします。ラストです。ビッグコムでございます。イエーイ。新曲作ったんですよ、久しぶりに。優しい月のね、シフォンでとっても美味しいんで、皆さんこの歌を聴いたら買ってくださいね。皆さんシフォンっていう歌をお聴きください。はい、今日強力な助っ人でパーカッションついんですよ今日。ロッシーさん、イエーイ。クロちゃん、
やっとね、何回かやってるうちにこのね、完成に導いたっていうところですけども、はい、この歌が聴いて美味しそうだなと思った方は即で販売しておりますので買ってください。シロンケーキ、今日はね、コーヒーですよね。カカオ、あ、カカオだそうです。はい、しげさん宣伝してますよ、ちゃんと。今日完売しますからね。全然ライブ動画じゃないですよね。はい、じゃあ、ね、今日はそれに続いてまたこのお店に関わる歌をちょっと歌いたいと思います。シナモンカフェさんの歌でございます。シナモンカフェさんですね。あ、ゆうがくん、ゆうがくん弾いてくれる？やったー、ゆうがくんがピアノが入ってくれますよ。マイナス1って言いました。はい、マイナス1です。トランスポーズで撮ります。お、ゆうが、いけ、この曲はね、作ったのちょうどね、1年前の今ぐらいの時期だったんですよ。でね、そこでね、PV 作ってですね、ゆうがくんにピアノ弾いてもらって、ぶっつけだったんですね。その時面白い役だって、ゆうがくんが考えたんですよ、どうやって弾こうかって。で、整えましたって感じでこう弾いてるんですよね。そういう映像が残ってますのでね、やったら YouTube でくださいね。あの、My Favorite Place っていうね、僕の場所です。お気に、はい、ちょっと待ってくださいっていう。はい、やばいっていうことで、ゆうがくん、何がやばい？学部、じゃあこれ社名できる？あ、撮ってきたんで。ね、便利ですね、今 iPad でね、パシャーッと撮ってね、もうさっとできちゃうわけですね。で、もうこの曲ができてからもう、毎回歌ってます、ここで。そしたらですね、お客さんが「へい!」とか言ってくれるんですよ。で、どこで「へい!」って言うかというとね、今日は楽しい日曜日、へい、オッケー。あと、もう一つあるんですね。今日は楽しいサタデーナイト、へい。いいですね。もう練習無料ですね。だんだん。この理由だよ。ああ。ね、はい、はい。そのうちに、これ CD ね、2枚組で、資本とこう。CD 頑張って作りますけど、レコーディングね、いいですか、じゃあ整えたということで。じゃあ行きますよ。My favorite place。 ワクワクするような気持ちだね、自分の好きなことと向き合える、いつもの場所よ、来かけしよう、今日は楽しい日曜日、お祝いをここでして。
Thank you.
岩君、入場。
じゃあこれで終了いたします。本当にありがとうございます。